はい、皆様こんにちは、旅くまです。私は今ソウルインチョン国際空港に来ています。ここまではですね、ソウル滞在をしておりました、ソウルの一泊の滞在ということで、すでに動画の方ができていると思いますので、ご興味のある方ぜひともご覧になってみてください。はい、それではですね、今回はですね、こちらインチョンのターミナル1というふうに見えていると思います。こちら今インチョンターミナル1からですね、今回は台湾台北へ向かいます。インチョンからソウルから日本に帰るわけではなくて、次はですね台北に向かうわけなんですけども、今回利用する航空会社エバー航空です。スターアライアンスなんですけど、台湾の航空会社なんですけども、エバー航空、こちらのエコノミークラスを使って台湾台北に向かいたいと思います。今回はですね、その主な搭乗機になると思いますので、皆様ぜひ最後までご覧ください。それではですね、チェックインの方行きたいと思います。インチョン空港はですね、ターミナル1と2とあるわけなんですけども、ターミナル2はですね、主に大韓航空ですねが使っているようでして、それ以外はほぼほぼターミナル1になるんじゃないかな。 LCC なんかも確かそうだったと思いますので、このままですねチェックインをどこでやるのかな、進んでいきたいと思います。インチョンも PCR テストセンターってのがねあったんですけど、今やってるのかな。ちょうどね画面の奥の方に映ってるかもしれませんけども、人は全然並んでないようですね。はい、ありましたね。 BR169 便台北タオヤン行き D-19 から D-26 というチェックインカウンターです。さあどこだろうな。あ、ここからもう一個上がるんですね、出発カウンターは。そういえばインチョンから出発するのはすごい久しぶりな気がしますね。到着とかね、乗り継ぎはこの2年間でも何度かしてるんですけれども、出発はもう本当にさ3年ぶりぐらいになるのかな。いや、広くて綺麗ですよね、インチョンは。はい、エバー航空、あ、これでいいですね。まあ今ガラガラなんでこのまま行っちゃいましょう。チェックインプリーズ。イエス。11点、いや、OK。 あ、Thank you so much。 Thank you。はい、時刻は10時半ですね、もうほぼほぼチェックイン作業終わってんのかな。ボーディングタイムが11時10分ということで、まだもうちょっと時間はありますね。で、今回チェックインの時に確認されたものは、台北から先の航空券ですね、台北から日本に戻る航空券の方を見せてくれと言われて、そちらの方を見せました。座席指定の方はね、ちょっと今回 してなかったので、一応窓際の席を指定 してもらって、 45K ということで、非常口席じゃないよな。ゲートは31番ですね。シートが 45K で、インチョンから台北ということで、ボーディングパスも出ました。そしたらですね、もう出国して制限エリア内に入って、ラウンジ行けるのかな、ちょっとね覗いてみましょうか。多分行けるラウンジは足穴だけだと思うんですよね。はい、それでは中に入りたいと思います。こっちからも行け、あ、こっちから行けそうですね。ちょっと行ってみましょう。はい、時刻は10時42分ですね、イミグレーションと出国と、荷物検査終了しました。ソウルの出国はですね、もう本当にパスポートを読み込ませて、で顔写真と指紋を取る、そんな感じで簡単になってます。ですね、ちょっと入れるか分かりません。アシアナ航空のラウンジをちょっとね覗いていきたいと思います。ここにもクリスマスツリーがありますね。このボーディングパスのコードだけでいけるかな。あ、ダメか。はい、今人のいるカウンターの方で、処理をしてもらいました。今度はまたね、これで入れるはず。はい、入れるようになりました。こういうふうにですね、あれですね、 ANA の、 SFC のクレジットカードじゃなくて、ここスターアライアンスゴールドって書いてある、いわゆるステータスカードってやつですね。これ毎年送られてくると思うんですけど、これがあるとこういう時話が早いんで、プラスチックのカードでもあった方がいいです、これは。はい、じゃあ中はこんな感じです。ちょっと軽く飲み物だけとかねもらっていきましょうか。こんな感じですね。ドリンク、ソフトドリンク、コーヒーマシン、あとお水と牛乳、あとジュースと、あ、オレンジジュースとアップルジュース、またコーヒーマシンで、こっちにお湯があるんですけども、
これですね、必ずあります辛ラーメン、それとうどんのインスタントラーメン、カップラーメンですね。でサラダとかがこんな感じになってて、こっちにサンドイッチもあります。食べ物類はこんな感じかな。でアルコールは途中にバーがありますんで、そこでもらうこともできます。はい、サンドイッチと春巻きですね、持ってきました。あとマウンテンリュー、こんな色でしたっけ。はい、じゃあこちら軽くいただいていきます。はい、ラウンジ出ました。そしたら搭乗ゲートに向かいます。搭乗ゲートは31番ですね。結構遠いです。インチョンはこんな感じ、それほど混んでないかな。まあ前に比べれば人はすごく増えましたけども。 Hello, my name is Airstar. Please come and pay Airstar for タックスリファウンドってここにあったんですね。なんか韓国って3000円から免税を受けられるらしいんですけども、全然買い物してないんでね。でちょっとね、視聴者さんからタックスリファンドのやり方をやってくれっていうのがあったんでね、今度ちょっとねチャンスがあったらそういうのもやりたいですね。すごい生演奏だ。はい、31番ゲートを到着です。今ゾーン1をやってるのか。ハロー。ハロー。はい、搭乗ゲートを通過いたしました。ソウルインチョン空港から次は台湾台北空港に向かいます。台北のタオヤン空港ですね。はい、エバー航空初めて乗りますね。今パッと見た感じ、搭乗機材エアバスの A330-300 かな。はい、こちらで、台湾、まあ、台北まで向かいます。どのくらいだっけな、2、3時間確かかかったと思うんですよね。はい、それじゃあ機内の方に進んでいきたいと思います。はい、エコノミークラスです。シートが 45K なので、おそらく右側の窓側ですね。ハロー。あ、Thank you。クラスは242のシート配列ですね。ハロー。ハロー。ありがとうございます。はい、今日本人のクルーさんが乗っていました。突然日本語で話しかけられたんでびっくりしましたけど、はい、45の系ここですね。シートつきました。シートピッチはこのぐらいですね。前とのシートは意外に広いかな、2個半3個弱ぐらいある感じ。ただですね、ちょっと今シートの下に荷物入れようとしたら見えるかな、これがあって入れられませんでした。はい、ではエコノミーのシートが大体こんな感じ、目の前にモニターはあるんですけれども、こんな感じでちょっとちっちゃいですね。はい、じゃあこちら前の方から、機内安全の修理、あ、日本語もあるわ。 A330、 あ、200だったんだ、短い方ですね。なかなかレア機材かもしれません。はい、こんな感じで、機内安全の修理と、あとこれは機内での機内ショッピングの案内だと思います。中に入ってるのはこれだけですね。でテーブル、こちらがこんな感じですね。ちょっとねこの前後の幅がちっちゃいかなという気はします。はい、横は2列ですね、窓際席は。で窓の外はこんな感じです。隣はエアチャイナかな。はい、それではですね、インチョンから台北向かいます。はい、それではですね、機内乗り込みました。ソウルから台北まで、意外に乗る人はね日本人だといないのかなっていう気はしてますね。ちょっと今回思いつきで乗ってるんですけども、今回このねエバー航空、ユナイテッドのマイルで発券します。ユナイテッド航空のねマイルで発券してまして、まあほぼ0円0マイルでちょっとね、今回は乗させて乗れ今回は搭乗させてもらっています。はい、それではですね、台北まで
2、3時間かな、2、3時間のフライトになると思います。それでは楽しんでいきたいと思います。Ladies and gentlemen, welcome aboard. Airport. We should be ready for departure in just a few minutes. Our flight time is 2 hours 20minutes with a cruising altitude. はい、お隣いないみたいですね。ちょっと広々使えそうです。 Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard EVA Airways, Asana Life Network, and Uni Air, Air New Zealand.Asiana Airlines, Thai Airways Coaches Flight, BR169 to Taipei. To protect you and others' health, please don't die while you're still dealing with me. Hoi nên là dễ dàng nhận hàng không, ra địa dưỡng hàng không, nhận thi là hàng không, hãy nhận hàng không, thay cầu hàng không, giảm tạo lý lịch hồn quê. 为了安全完成飞行任务，请勿携带以下任何违禁物品。To ensure your seats, simply undo the buckle.時刻は11時43分、プッシュバックが開始されました。ほぼ定刻での出発です。チキンライスですね。はい、これをいただきます。あとはですね、これは卵サラダかな。あ、チキンも入ってますね。あとこちらは、あ、なんだろう。なんかのゼリーかな。すごい美味しそう。はい、機内食はこんな感じです。はい、で飲み物は、炭酸水いただきました。はい、それじゃあいただきます。はい、じゃあいただきます。
ますね。これがアロマミスト、でこれが多分石鹸ですよね。ハンドウォッシュってありますので結構充実してますね。はい、まあ、こんな感じ、まあ、広くはないです。そして一番驚いたのがこれ花、あでもこれ増加か、こういう風にね花がこういう風に見えるっていうのはいいですね。結構トイレは好印象です。はい、トイレからは以上です。機内販売のカタログをもらったのでね、ちょっと見ていきたいと思います。こういう風にですね、結構グッズですね。普通機内販売ってあの化粧品とかバッグ、あとお酒っていうのを主に扱うと思うんですけども、こういった航空会社のオリジナルの、まあ、いわゆるおもちゃとかぬいぐるみ、そういったものを扱うっていうのはね、意外に珍しいのかもしれません。でエバー航空はあのご覧のようにハローキーですね、これとコラボのグッズを多く出していて、機体にもねこういうふうにあのデザインされてたりっていうのもあるので、そういったもののモデルプレーンとかね、こういったものが買えるっていうのはねちょっと嬉しい感じですね。意外にモデルプレーンの種類が多いですね。はい、あこれはちょっといいな。あとこういったグッズですね。あとはやはりお財布とかベルトとか、男性ものであれば、女性ものであればバッグだったりアクセサリー、そういったものがやっぱり多くなってきますね。あでもこれ持ってますよ。あのポケフィーっていう香港で買ったのかな、結構ねいろんなところで使えるあの Wi-Fi ルーターです。179ドルだから2万5000円、まあ、そのぐらいですね。確かに2万から2万5000円ぐらいで日本の Amazon でも売ってると思います。化粧品はちょっと分かんないんであれですけども、ざーっとこんな感じですね。この辺からあお酒、あなんか獺祭とかありますよ。これはなんかあの蝶屋の梅酒ですね。こういったものまでありますね。はい、機内販売はこんな感じです。现在我们准备降落，请设置椅背收妥餐桌及控制器，并确定安全带。台湾国際空港に到着いたしました。はい、時刻が現地の時間で13時42分ですね。ソウルと台北には1時間の時差があります。まあ、日本とも1時間の時差があります。ですのでフライトタイムはやっぱり2時間半ぐらいですね。はい、それではですね、これから入国イミグレーション進んでいきたいと思います。まだですね、あの自主検査のいわゆる PCR じゃなくて ATK の、 あのコロナの検査のキットは多分ね渡されるんじゃないかなというふうに思っています。はい、桃園も久しぶりですね。前回台湾ね2ヶ月前に来た時は台北の市内に近い
ソンシャンですね、こちらの方に着いたんですけれども、今回はですねタオヤンですね、こちらの空港は大きいんですけれども、羽田からとかはねみんなソンシャンに行っちゃうんで、 LCC とか成田発とかねそういったものはこちらのタオヤンに着くのがほとんどだと思います。ですのでこちらの方のねイミグレーションもちょっと見ていきたいなと思います。あ、この先で配ってますね。 Thank you。 Thank you。 はい、これですね、自主検査用のキット4セット入ってます。まあ、これで一応1週間分ということですね。はい、一旦 X 線のね検査が、荷物検査がありましたね。まあ、簡単なものですね。パソコンとか別に出さなくてもいいです。バッグをそのまま預けただけです。ここでこれですね、体温のここで測ってるみたいですね。はい、あとはどんどんイミグレーション進んでいきまして、入国前に両替もあるんですけれども、ちょっと一旦先に入国しちゃいましょうかね。そう、ここで両替と、SIM ですね、それがあるんですけれども、今回ちょっとそのままスルーします。一旦入国しちゃいます。はい、時刻は13時48分。タオヤンにしたら珍しくガラガラな感じですね。それじゃあちょっと行ってしまいましょう。イミグレーション通過しました。時刻は13時52分ですね。はい、それではちょっとね、下行って、まあ、預けてる荷物はありませんけれども、バゲージクレーンを通って外に出たいと思います。はい、これで入国ですね。はい、台湾入国です。時刻は13時54分です。はい、ご覧のようにですね、非常に簡単に台湾も今入国できます。ワクチンとか PCR の陰性証明、そういったものは全く必要ないですね。そういった感じで簡単に入国ができるようになりました。はい、それではですね、バスか電車か、多分バスかな、で、ですね、とりあえず街の中、台北の街の中、ホテルの方に行きたいと思います。はい、というわけでですね、台湾、台北の方に入国いたしました。今回はですね、エバー航空のエコノミーの補助機ということで、またソウルからですね、台湾、台北の方にやってまいりました。こんな感じでですね、入国条件も特にありません。まあね、ホテル行ってからちょっとね、またセルフチェック、自己検査をね、簡易検査をやりたいと思います。それじゃあですね、今回の動画はこの辺りで失礼させていただきたいと思います。次回は台北のまた街歩きですね、グルメ等もね、また盛りだくさんでやっていきたいなというふうに思っておりますので、皆様ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローとチェックの方を合わせてよろしくお願いいたします。コメント、高評価いただけますと大変励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。次はまた台北の街です。楽しみですね。はい、じゃあ行ってきます。バイバイ。